あなた大変よ、シアタールームのドアが開かないの。お前が油断して寝てる間にドアはセメントで固めといた。妊婦はおとなしくしとけ。なんでこんなことするの？本命の女がうちに来るんだよ。堂々と浮気宣言ありがとう。どういたしまして。その女は俺が結婚してるの知らないんだ。金持ちの女に乗り換えて夢のセレブ生活を手に入れてやるぞ。臨月の私を捨てるってこと？その通り。金持ちの女に乗り換えたら働かなくて済むだろ。あなたがそんなことを考えていたなんて。俺様の計画を邪魔するなよ。ハンプティダンプティみたいな体型のお前にはもう用はない。そこでおとなしくしてろ。なんて言い方するのよ、ひどすぎる。お前顔は牛ガエルだし、耳は宇宙人みたいに立ってるし、いいところ一つもないな。あなたなんか目がしじみみたいに小さくて開いてるかどうかもわからないじゃない。やっぱ俺たち生きる場所が違うんだよ。結婚したのがそもそもの間違いだったな。俺は大きな海、お前はドロドロの沼。しじみは海にいないわ。そういうところがアホなのよ。とにかくここから出して。出さねえよ。お前みたいなブスをジモティで出したらもらえて見つかるかな。は？何それ。でも腹に子供いるから誰もいらないか。いい加減にして。なんてお前と戯れてる暇はないんだった。これから可愛い子ちゃんとやっと結ばれるんだ。最低男、本気にキモすぎる。好きなだけほざけ。あんたと話してるだけ無駄だった。親に電話するからいいわ。あー残念、そりゃ無理だな。どうして？お前のSIMカードは抜き取ってあるんだ。え？でもあなたと LINE できてるじゃない。お前マジで無知。スマホは Wi-Fi 経由で LINE してんだよ。俺ってマジ天才だろ。そんな、私どうしたらいいの？後で出してやるからしばらくおとなしくしてろ。 LINE 電話してもすぐに Wi-Fi 切ってやるから無駄だぞ。お前の運命は俺が握ってるんだ。やだ、どうしよう。は？ショックで破水しちゃった。お願いだから病院に連れてって。あータッチの差だったな。彼女が家に来ちゃったよ。このままじゃお腹の赤ちゃんが危険なの。大丈夫だよ、そんなに早く生まれねえし。防音バッチリしてあるから叫んでも無駄だぞ。赤ちゃんに何かあったら恨んでやるから。怖え。やっぱお前と別れるわ。これから彼女と楽しむから。一度 Wi-Fi 切るぞ。待って、自分で病院に行くから。ここから出して。シゲル、返事して。もうどうしよう、お腹の子に何かあったらと思うといても立ってもいられません。映画を見ているうちに睡魔に勝てず眠ってしまったのです。そんな私をシアタールームに閉じ込めたのが夫のシゲル、36歳です。結婚前は真面目に働いていたのに、いつの間にか私の稼ぎを当てにするようになり、最近では仕事もあまりせず、ほぼ紐状態です。別れることを考え始めた矢先に子供ができたため、離婚するきっかけを失ってました。私は28歳、臨月を迎えたところ、夫は2ヶ月前から家に帰ってくるのが遅くなり、泊まりの出張も増えました。もしかしたら浮気をしているのかもと怪しんではいたのですが、まさか浮気相手を家に入れるなんて、ここまでひどい男だとは思ってもいませんでした。お腹の子が大丈夫なのか心配で不安でたまりません。私はいいから誰か赤ちゃんを助けて。その祈りも虚しく、時間だけが経っていくのです。数時間後。おい、なんでシアタールームにいないんだ。どこに行きやがった。病院よ。なんでドアが開いたんだ。セメントで固めてたんだぞ。椅子をぶち当てたらすぐに開いたわ。あなたに閉じ込められたせいで大変だったんだから。でも開けられたんだからいいじゃねえか。私とお腹の子を危険にさらしたくせに。何その言い方。口の減らねえ女だな。セメントで固めたドアを開けるなんて化け物か、お前は。セメントは水分が多すぎても少なすぎてもうまく固まらないのよ。そうなのか。あんたのことだから適当に水入れてドアに塗って固めたつもりでいたのよね。偉そうに言うな。塗っとけばがっつり固まると思ってたんだよ。考えが甘かったわね。そうそう、SIMカードテーブルの上に置いていってくれて助かったわ。はあ、うっかりしてた。それで私を閉じ込めてまで会いたかった彼女とのデートは終わったの？外食したいって言うから食事してたのに、急用ができたってすぐに帰っちゃったんだよ。だから駅前プラプラしてた。あ、そう。それより水国用に行かなきゃ。ってことはお前子供ダメだったのか。辛すぎて今は何も言いたくない。
よっしゃやったぜ、これで心置きなく離婚できるぞ。人手なし、この先の人生で必ず後悔させてやる。そんなの無理無理、牛ガエルみたいなお前は誰にも相手にされず惨めな末路になるだけさ。イケメンの男に言われるならまだしも、絶妙にダサいしじめ男に私の顔をディスられたくないわ。もう我慢の限界、私もさすがに別れる決心がついた。意見が一致したな、家にある離婚届出しておくぞ。喧嘩した時に書いたやつ捨てたはずなのに持ってたのね。もちろん、やっぱり備えておくべきだぜ。俺って危機管理能力抜群。お腹痛くて話してるのがきついからもういいかな。いいぞ、お前に用はない。俺たちこれっきりだな。達者に暮らせよ、アーバーよ。数日後。そろそろ仲直りしようぜ。は？離婚した後行方くらました人が何言ってんのよ。いや、よく考えたらさ、離婚まですることなかったかなと思って。臨月の私をシアタールームに閉じ込めて放置したくせに何言ってるの？それは悪かった。俺も傷ついてるんだよ。あの女結婚詐欺だったんだ。詐欺ってことはお金でも取られたの？取られてない。じゃあ詐欺じゃないね。数日前に急に振られて、それから連絡がつかない。夢のセレブ生活はバブルのように消えたわけだ。俺一人じゃまた貧乏な暮らしに逆戻りだよ。そりゃそうだよね。あなたの安い給料じゃ生活するだけでカツカツだもの。本当に俺が悪かった。お願いだからまた夫婦に戻ってくれ。嫌です。私は生まれた子供と悠々自適に暮らすわ。え？子供が生まれた？お前水子供とか言ってなかったか？それは私じゃなくあなたの水子よ。どういう意味だ？過去に浮気して水子いっぱい作ったでしょ。何を根拠に言ってるんだよ。少し前からあなたの行動がおかしかったから調査してもらってたの。現在進行形で5人と浮気してるなんて驚いたわ。その分慰謝料たんまり払ってもらうわね。家に来た彼女とは何もしてないから4人だ。その彼女とは何もなかったのは知ってる。その他にあなたが過去に浮気をした女性は5人よ。思い出せないなら全員の名前を言いましょうか。いや、それは言わなくていい。ちゃんと身に覚えがあるんじゃない。じゃああなたが彼女に振られた理由を教えてあげるわね。え？あなたが家に連れ込んだ彼女は私が調査を頼んだ探偵事務所の子なの。え？浮気調査中のあなたにナンパされたって言うから、そのまま知らないふりをして調査を続けてもらってたのよ。俺は騙されてたのか？結果的にはそうね。でもまさかあなたが家にまで彼女を呼ぶなんて思わなかったわ。だって何度誘ってもホテルに入ろうとしないし、家なら来てくれるって言うから。既成事実作れば俺と結婚するしかないだろう。彼女は私が家にいるから安全だと思ったのよ。そういうことだったのか。んでセメント使って私を閉じ込めるなんて、あなたって本当にアンポンタンね。花壇作った時のセメントが余ってたから、これなら絶対出れないと思ったんだ。私は閉じ込められたショックで破水したのよ。あなたがやったことは人を殺める行為と一緒なの。ずぅぅじゃないのよ。あんたのせいで赤ちゃんが危ないところだった。ごめんなさい。謝っても許さない。でもあなたが家に連れ込んだのが彼女で助かったわ。それってどういう意味だ？彼女が外食したいって言ったのはセメントが固まる前に私を救出するためよ。なんでお前が閉じ込められてるって知ってたんだよ。あなたと LINE してる時に家に来た彼女に私が連絡したからよ。だったらなんで彼女は家を来た時にお前を助けなかったんだ？妊婦を閉じ込めてドアをセメントで固めた人だもの。彼女だって身の危険を感じるでしょ。凶悪犯みたいに言うなよ。十分凶悪だけど。でも彼女は外食中ずっと俺と一緒にいたぞ。どうやってお前を助けたんだ？食事の途中で席を外して救急車を呼んでくれたの。あの時か。お前自力で部屋の外に出たって言ってたよな。椅子はぶち当てたけど自分の力だけじゃダメだったわ。救急隊の人がドアをこじ開けてくれたのよ。水が多くても少なくてもセメントは固まらないとか言ってたじゃねえか。そうよ。入れる水の分量が違ってたから固まりきってなかったの。ある意味ギリセーフじゃん。完全にアウトよ。あなた指名手配されてるし。なんだよそれ。監禁罪に私たち親子の命を消し去ろうとした罪はかなり重いからね。警察なんて冗談じゃねえよ。絶対に捕まるもんか。
日本の警察甘く見ないで。あなたの居場所はすぐに特定できるわ。そんな脅しには乗らないね。スマホの位置情報はオフにしたから見つからねえよ。日本中いろんなところにカメラがあるのよ。あなたさっきコンビニで私のカード使ってお金下ろしたでしょ。なんで知ってんだよ。お金下ろすと私のスマホに通知が来るの。コンビニのカメラにあなたの姿がバッチリ映ってるわね。あのさ、犬も食わない夫婦喧嘩だったって警察に言ってくれよ。もう夫婦じゃないけど。それにお金下ろした口座私のだよね。そうだった。驚きすぎてしじみみたいな目がパッカリ開いてたりして。しじみみたいな目がお嫌でしたらアイプチしますのでお許しください。アイプチしても性格は変わらないでしょ。私たち住む世界が違うみたいね。あなたは刑務所、私はシャバ。刑務所は本気で無理です。無理でも何でも入ってもらうわ。私が苦しんだようにあなたも塀の中に閉じ込められて自分でしたことを後悔しなさい。慰謝料も一生懸命働いて払うから許してくれ。それは当然です。ドアの修理代も払ってもらうわね。それと今引き出した私のお金も返しなさい。はい、わかりました。あ、そうだ、財産分与がありますよね。いくらになります？家は私の名義、生活費は私が出してて、あなたの貯金はゼロだから共有の財産はありません。お願いですから俺を犯罪者にしないでください。捕まったら仕事も失っちゃいます。あなたは危機管理能力ゼロだったわね。さて懺悔の時間よ。自分の罪を見つめて悔い改めなさい。頼む、お願いですから俺を救ってください。後日談。しげるは警察にすぐに捕まり留置所へ。裁判の結果、刑務所に入ることになりました。刑務所を出てから私への慰謝料とドアの修理代などを支払うと書面で約束させたのです。しげるは実家の両親からも縁を切られ、これからは一人で生きていくしかありません。これからの人生で二度と過ちを犯さないことを願っています。子供はすくすくと成長し、この前初めてママと言ってくれました。すごく嬉しかったです。この大切な命を守っていきます。